3位のアビスパ福岡がホームにこの10位の徳島ヴォルティスを迎えての一戦となりました。まずは前半の32分、徳島のシーンです。11番の島谷のクロスに山崎のヘッド、まあ、絶妙なクロス入りましたし、まあ、それに対してまあ先に触った方がというシーンだったと思うんですけど、よく守りましたよね。そして前半44分には福岡がボールをカットしてドゥドゥが自ら持ち込んでのシュートというシーンでした、はい。まあ、早い仕掛けから思い切ったシュートだったと思うんですけど、まあ、これはあの石井選手がよく対応したと思いますね、はい。そして後半に入りまして、まずは後半の8分、徳島6番のシシーニョから23番の前川のシュート、これがこのゲームの一つのターニングポイントかもしれないですね、まあ、シシーニョ選手、まあ、素晴らしい働きから、まあ、この前川選手のシュートにつなげたんですけど、これが入っていればスコアは逆転してますからね。素晴らしいプレーを見せました、かっこいい。そして後半の10分はドゥドゥから松田、そしてドゥドゥから駒野、そして最後もう一度ドゥドゥと、この辺りから、まあ、ドゥドゥ選手の、まあ、ゴールへの、まあ、近づきというのが感じられましたよね、はい。そして後半13分がゴールシーンです。鈴木からドゥドゥに渡ってご覧いただきましょう。なんかこう巻き戻しをこう見ているようなスピード感で、シューッとこうゴールに、ね、吸い込まれるような、そんなゴールですよね。また鈴木選手も素晴らしいアシストでしたね。素晴らしいですね、この1点を守り切った福岡が勝利をしたわけなんですが、今踊りを見せてくれました。そして後半の19分、大崎から最後ドゥドゥがかき出すと、これねゴールマウス捉えてましたもんね、はい。もう徳島の攻撃も決して薄くはなかったんですけど、まあ、ゴールキーパーを超えた先にもゴールマウスをですねカバーしているという福岡の守備ですね。そして試合終了間際のシーンでした。杉本太郎のシュートがバーに嫌われたと。このシーンも最後の最後まであの杉本選手に体ぶつけている福岡の選手がいるんですよね、